道朝日です。今日のおやつの時間はですね、ドゥ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 ーン、こちらです。プリン買いましたでね、今回のこのプリンなんですけど、あの視聴者の方からですねおすすめしていただいたプリンなんですけど、まあとてもネーミングが面白くてですね、なんとこちら人妻プリンと言います素晴らしい、人妻プリン。そう、まあそこら辺のね背景はまたまたお話しするとして、まあ、見ていただいた方がね、あの分かりやすいと思うので、早速こちら開封していきたいと思います。まずね、見てもらいたいところがねここなんですけど、佐賀の人妻は冷たくされると喜びますみたいなね、こういうなんかねジョークが入ったような言い回しがさ、なんかこのこれ自体をなんかワクワクさせるよね、開けると、うん、では開けていきます。はい、オープン。 おー、赤字人妻感強い佐賀の人妻これがですね、すごく面白いのが、それぞれのプリンに人妻の名前が入ってるんですよすごくない？ちょっとね、あの一人ずつご紹介させていただきたいと思いますね。はい、お願いします。はい、まずこちらですね、まゆみさんです。この写真、まゆみさんです。まゆみさんです。はい、ようこのクレメンティン、なんだろうようこさんです。こんにちは。横川美人ですね。はい、そしてこちら吉江の抹茶続きまして、はい、能見のきなこ、そして続いて、あ、またまた真由美さん、真由美のカスタード、あ、真由美さん2回目じゃん。はい、そして最後泉のデカフェ、こちらの方ショートですね、ショートカット。あ、本当だわ。あ、本当だわでね、このプリンなんかこうすごくこうジョークが効いたというか、ネタっぽい感じに見えるじゃないですか、うん、でもかなり奥深いんですよ。ほう、はい、そのお話してもいいですか、食べる前に。はい、お願いします。実はですね、このプリンを作っているところはですね、佐賀のお寿司屋さんなんですよ、うん、はい、でそのお寿司屋さんで作っているあの茶碗蒸しがあるんだけど、うん、その茶碗蒸しと同じ手法でそこでプリンを作ったんですね、うん、そしたらすごいそれが大好評で、じゃあこれからね自分のところのお寿司屋さんのレシピとしてプリンを出すかって言ってた矢先、うん、奥様がですね重い病気になってしまって、で奥様がプリンを作る担当だったんですよ。ああ、なるほど。そうなんだけど、プリンが作れなくなってしまったと、うん、病気を克服してまたね再度プリンを作れるようになったの、うん、でお店にもプリンが出せるようになったんだけど、ご主人がその時にこのね奥様が手間暇かけて作ったプリンをもっとたくさんの人に食べてもらいたいと思ったんだって、うん、それで当初はですね、妻のプリンを食べてくださいっていう名前のプリンを作ったんだって、うん、でそれをこう言っていたんだけれども、そこからねまた旦那さんいろいろ考えていて、いやいや待ってよと、佐賀にはねいろんなね事情を抱えながら必死でこう働いているね人妻たちがたくさんいるんだよっていうことをねこう思ったわけですよ、うん、だから佐賀に住むいろんな人妻たちの力を借りて、こうやって味のレシピが増えて、で名前もそれぞれのね名前がついて人妻プリンというね、なるほど、こういったものが出来上がったわけですよ。深くない？感動、感動でしょ。だからそれぞれのね、このきな粉だったり抹茶だったりラムレーズンだったり、これも全部、まあ、佐賀とか、まあ、佐賀周辺のですねこうよりすぐりの素材を使って作っているプリンなんです。どうよ、食べてみたくなったでしょ。なりました。なったでしょ。はい、そうそう、このまゆみさんっていうのがお寿司屋さん の, あの奥様なんですよ。おかみさんのまゆみさんね。だから2種類あるんだ。そうで、こちらがねまゆみのカスタードっていう、もう元祖、一番最初にお寿司屋さんで出ていたカスタードプリンですね。美味しそう。そうで、こちらがですね、夜の人妻プリンっていうシリーズの第1号なんですけども。あ、そうなんだ。そう、ラムレーズンっていうが入ってるので、ちょっとアルコールが入ってるんですね。あ、なるほど。アダルティーな感じのお名前になってま す, す、ね、泉のデカフェは佐賀のコーヒー屋さんのコーヒーを使っていたりとか、クレメンティンっていうのも
その周辺で採れてるこのオレンジですね、うん、で抹茶もそうだし、きな粉もあの佐賀の奥様たちがねこう大豆から取って手間暇かけて取ってるきな粉なんですよ、うん、いただきます。ありがとうございます。すみません、ちょっと脱がさせていただきます失礼いたします。あらわになっちゃって、あらわになっちゃって、すみません失礼いたします。すみません失礼いたします。すみません失礼いたします。奥様方、はい、こんな感じですね。ではまずはですね、まゆみのカスタード、まゆみさんのカスタードいただきたいと思います。このカラメルがいい感じですね。おー、あ、結構やわやわ、結構トロトロじゃない？ほんとだ。おー、キャラメルもいい感じ。いただきます。いただきます。うん、超絶滑らか、おいしい。まゆみさんおいしいですか？まゆみさんおいしい。ちょっと食べてみて。まゆみさんいただきます。ひとつまの味を見てみて。うん、おいしい。あら、どうよまゆみさんめっちゃ滑らかなの。うん、なんか舌の上ベーって溶けてる感じ。わかる。わかる。まゆみさんのラムレーズンも食べていこうか、はい、ラムレーズンはですね、こんな感じで後ろに結構レーズンが入ってますね、うん、そのアルコールっていうのがね、ちょっと気になるね、うん、するする。取れました、ラムレーズンもいただきます。あら美味しいわ。レーズンに結構しっかりとラムが使ってるので、うん、レーズン噛めば噛むほどラムのこの深みみたいなのが感じられる、うん、夜の人妻プリンこんな味なんだ。すごい発見してしまったまゆみさんからのメッセージがある。私のプリンを選んでくださってありがとうございます。まゆみ。すごい。すごい、袋の裏に書いてあった。あ、ほら、泉さんからのメッセージも。え、すごい。よかった、発見して。なんかさ、もうどこまでも気が利いてない？うん、やっぱ人妻ってこれぐらい気が利かないとダメなのかな。え、気が利きすぎて私ちょっと惚れそう。誰に惚れそう？でもう皆さんに皆さんの良さをこう、うん、引き出してくれてるご主人よ。確かに。すごい。次どうします？きなこいってみましょう。きなこは下にキャラメルが入ってますね。キャラメルなんだそれ。え、違うのかな。わかんない。きなこスープ。うん、めっちゃ美味しい。カラメルじゃない、なんかきな粉のスープです。本当に本当のスープみたい。のおみさん失礼します。なんかこのきな粉香ばしくない？あ、ちょっとスモーキーというか、あのコーヒーみたいな香りの良さも感じられるんだけど、うん、うん、美味しい。続いてよしえさんのお抹茶いただきたいと思います。あ、すごいすごい、後ろ小豆が入ってる。あ、本当だ。スッとスプーンが入る柔らかさ。どうですか？ほろ苦い。ほろ苦さ。よしえさん苦い。苦いって言っても後引く苦さなの。すごい大人の味よ。続いてようこのクレメンティン。めっちゃたっぷり、もう半分ぐらいみかんなんじゃないかっていうぐらい底みかんです。ああ、皮も入ってて、うーん、一気に洋。洋子さんおしゃれだね。洋子さんおしゃれな味、うん、な、抹茶食べた後だからなおさら和と洋がすごい確かに両方感じられる感じね。そして最後、泉のデカフェ。こちらもかなりたっぷり下の方にね、こう黒い層があります。多分これコーヒーシロップとかなのかな。でしかもデカフェなのでカフェイン気にする方とかも食べれます。ひゅっ、コーヒーがじわじわ出てくる感じ。いただきます。うめ、めちゃくちゃ美味しい。
もう下まんまコーヒー。 あそうなんだ。うん、めっちゃ美味しいこれ。うまっ。うん、これすごい。食べるコーヒーみたいな。食べるコーヒーだね。めっちゃ美味しい。人妻すごい。教えてくれた方ありがとうございます。とっても素晴らしいものに出会えた。こう人にお渡しするにもちょっとクスッとしてもらえる感じがあるっていうのも良くない、うん、そこまでなんか深いストーリーを知らなくてもなんかこう後ろとかにねありがとうございますって書いてあったりとか、そういったところの気の利き方が愛を感じる、うん、そしてちょっとね私ラムで顔がポッポしてきたよ一口だけやちょっとほろ酔いかもしれない。ちなみにこれねなんとアマゾンで買えるんですよ。あ、そうなんだ。すごくない？なんかちゃんとあの別でサイトはあると思うんだけど、お値段がですね、うん、4644円です。それなりにするんですけど、アマゾンの場合はあの送料がこう込みでこの値段がついているんだけど、別のサイトでも見たの。そうすると結局なんか送料とか入れるとだいたいこの4644円っていうのは妥当な価格ですね。なんかアマゾンだからって高くなってるわけではなさそうで、ちゃんとねこう箱に入ってしっかりと届いたし、手提げ袋とかは特についてなかったですけど、このままお渡ししても全然いける感じかなと思います。で、賞味期限が発送日を含めて5日間っていうことなので、そこら辺ちょっと気をつけたらいいかな。佐賀県神崎市のヤグラ寿司さんなので、あ、ヤグラ寿司ね、別で調べたんだけど普通にレビューもめっちゃ良かった。そう、普通にお寿司を食べに行きたいなって思ったということでね、今日は佐賀の人妻プリンをいただきました。本当においしおい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 しおいいやでもなんか大きくなったらこういう気の利いた人になりたいので、もうだいぶ大きいんだけどこういうところはなんか見習わなきゃなって思いますよね。気になった方はね、ぜひ、まあ、Amazon でも購入できますし、いろいろチェックしてみてください。人妻プリン最高でした。ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。また次のおやつ時間までバイバーイ。バイバーイ。